はい、足柄サービスエリアに着きました。ふう、寒い寒いよ。トラックもいっぱい止まってるけど、キャンピングカーとかもね、意外と多いんですよ。そしてここなんとお風呂屋さんがあるんです。これからねお風呂に入ってちょっとさっぱりしたいと思います。じゃあ突然ですけど、ここは今キャンピングカーの中にいるんだよね。そうです。で、まあ、今回キャンピングカーのレンタルをしているんだけど、カーステイっていうアプリを通じてレンタカーを借りました。で、通常にねレンタカーを借りるよりかはすごく安く借りられるんで、また詳しく紹介したいとは思うんですけど、これハイエースベースのキャンピングカーなんだけど、まあどういったものかっていうのはちょっとまた後々紹介したいなと。今ちょっともう夜だからね、夜今ね深夜12時ちょっと超えてて、で今足柄パーキングエリアでお風呂入ってきたんだよね。そうすごいさっぱりした。そう、でもそして眠いっていう、ね、相当眠いんだけど牛丼を買ってきたから、そうちょっと牛丼食べていきましょうっていう感じだね。そうです。とても眠いけど、できれば目標は今日中に浜松、はい、浜松とかあと浜名湖か、まあ、そこら辺まで行けたらいいなと思ってます。はい、はい、ってことでまずはちょっと遅いけど夜ご飯まだ食べてなかったから、はい、吉野家の牛丼です。最悪寝てもよし。あのもうベッドのメイキングは進んでるんでいつでも寝れるんですよ。ちなみにじゃあ室内とこんな感じ、こんな感じだね。そう、今これベッドのメイキング進んでます。はい、もう常設ベッド型だね。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったね。はい、そしてめちゃくちゃ眠いんだよ。どうしようかね。寝よ。マジで言ってる？ちょっとでも近づいた方がいいんじゃないの？運転手いないんだっけ？俺だよ。いた、最高やん。じゃあ行くか。まあ今まだ12時ちょっとだから、はい、12時半だ。ちょっと走って限界感じたら寝よう。限界です。お前ふざけんなよ。おい寝ようとすんなよ。ちょっとだけちょっとだけじゃねえ。ももちゃんちょっと休憩。あまりにも眠くて、さあ今日の目的地まであとちょっとだ、頑張ろう。いやー長旅だったな。長かったね。はい、浜名湖インター着きました。今現在3時21分です。えらいこっちゃな。いや本当眠い。お疲れ様でした。はい、浜名湖インターようやく着きましたが、もう疲れ切ってるんで外には出ずに、まあそのままで寝ようかなと思います。はい、よし寝るよ。はい、おやすみなさい。寝るぞ。もも室内こんな感じ。じゃあそんな感じで寝るぞ。電気消そう。はい、おやすみ。よしさあ行くぞ。さあじゃあ朝の散歩行きましょう。さあここはどこだ。彦根城。ちげえよ、彦根城じゃねえんだけど。琵琶湖じゃねえよ、どこだっけ。あれ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 出てこない。浜名湖サービスエリア。そうだ、浜名湖サービスエリアだ。ここは浜名湖サービスエリアか。本当だ、サーバックスもあるじゃん。あ、だからさっきからね、コーヒー持ってる人がね、いるなと思ったんだよね。いやもうスターバックス映えるじゃん。スターバックスと琵琶湖
知らんけど。琵琶湖じゃないわ、浜名湖。そう、浜名湖。さあ、浜名湖見たいね。はい、今ママさんが、スターバックスでコーヒーを買って、コーヒーを買いながら、買ってから湖を見たいとおっしゃってます。で、いろんな屋台があって、すごいな、どれもみんな美味しそうだな。はい、買った。でかっ、何これ。スターバックスラテ、普通のにしちゃった。でかっ。はいはい、ももちゃんダメよ。浜松餃子ってちょっと有名だよね。そうなの。え、違うの。餃子に疎くてすいません。あれ、いや、俺も詳しくはねえよ、餃子に。みかん買っちゃう。みかんはね、買ってもいいかなと思ってる。安かったよ。そう、まあ500円ぐらいから1000円ぐらいまで。ほら、すごいのよ、こっち。な、思ったよりかね、奥行きはなかったんだけど、うん、あ、あるか、あるよ。全然、あっちに行くところ歩けると思ってた。うわ、広っ。広いね。うわ、すげえ、まぶしい。いや、これはすげえ。これがサービスエリアかい。すごいな。あ、ペット専用ゴミ入れとかっていうのもあるよ。ペットにも優しい。だからペット多いんだ。はい、一番奥にあるハートロックイン浜名湖 SA にまで来ました。もしかしてさ、さっきのさ、ガチャガチャさ、あ、鍵が売ってた。なんじゃないの。はいはいはい、あそこの小屋にね、ガチャが売ってたんだけど、興味ないから素通りしたけど。恋人の聖地。これ、うわ、すげえ、眩しい。眩しいね、こっちから撮ったらいいんじゃない。え、頭いいね、ちょっと鳴らしてみてよ。あ、待って、ここに鍵つけてる人がいる。え、この中に鍵つけてる。あ、本当だ。これやんちゃだな、これマジで。完全にやんちゃだぞ。だいぶ盛り上がってるね。いや、本当に。はい、大学生。楽しそうだよね、学生ね。あー、すげえ、ここ。まあでも、うん、まあでも見渡す限りが浜名湖になってんだな。はい、すげえ、浜名湖こんな広いのか。はい、じゃあ写真を撮ってください。写真撮ってください。はい、写真撮ります。はい、こんな感じ。浜松餃子とみかん買いました。はい、よいしょ。では帰ってきた。はい、食べよう。はい、換気扇。なんだっけこれ、マックスファン。マックスファンを回しちゃいました。すげえ涼しいですね。で、こんな感じで窓を開けて、はい、じゃあちょっと一個ずつ食べていこう。はい、あとお家から持ってきたコストコのハイローラー、ハイローラーか、サラダのね。そうと、ちょっとクロワッサンね。クロワッサンが散らかってますけど。はい、10時49分。やべえ、ちょっと昼にかぶりつつある。急ぎましょう。やばい。急いで食べて、急いで行こう。今日はね、彦根城に行こうかなと思ってます。はいはい、じゃあちょっとサクッと食べて、サクッと行きましょう。はい、おーい、おーい、うまそう。これですよ、食べます。何、ちょっと辛いかも。あ、そうなの、浜松餃子って。わかんない、これが辛いのかな。それかタレにラー油が入ってるから。どうですか、味。いや、美味しいよ。なんかお野菜いっぱいって感じがする。うん、お肉よりかも。でもお肉も感じるな。うんうん、はい、みかん。あ、うま。そのうちさ、ももちゃん、焼き芋買おうね。うん、ね、焼き芋買ったらさ、焼き芋ももちゃん食べれるじゃん。どっかで売ってるよ。ね、